湧く目標は国王ソーマ。我らがバルガス家の分を奴の目に刻みつけてくれ。行くぞ。爆弾投下準備。拠点防衛兵器だぞ。対空連動砲は拠点防衛のみに使う。その認識の裏を書かれた。さあどうすれば。お嬢、敵の死角を狙うしかありません。敵艦は急ごしらえで車輪がつけられています。そここそが死角。よし、超低空飛行で接近すればいいのか。聞いたな。各機速やかに主砲および対空連動砲などの各種兵器を無力化せよ。環境を粉砕した方が早いのでは。環境にはリーシア姫がいるかもしれない。よって兵器を無力化するだけでいい。ソーマは生かしたまま捉えよ。了解。それにソーマを撃ってしまったらリーシアが悲しむだろうな。そう思うなら父上を説得すべきだったんだ。べきだったんだ。まあ今更だがな。静かすぎる。敵兵の姿は確認できてません。手法を操作していた者がいたはずだ。甲冑と思われるものの一部が発見されましたが、中から人形の手が。急ぎ城へ戻るぞ。まだソーマを発見できてませんが。この間に奴はいない。我らはまんまと釣り出されたということだ。釣り出された。まさか奴らの目的は。交流場におられる父上だ。